災害発生時の備えに役立ててもらおうと、2月27日、松阪地区医師会から松阪市に防災用品が送られました。本日はお忙しいところありがとうございます。松阪地区医師会は、松阪市と多気町、明和町、大台町の開業医勤務医で構成されています。地域社会に貢献しようと、5年前から毎年、それぞれの市と町に防災用品や災害用備蓄品を寄贈しています。この日は松阪地区医師会の小林明彦副会長ら4人が市役所を訪れ、竹上市長と3町の町長らに目録を手渡しました。はい、ありがとうございます。からその、ちょっと顔を観光でいただきたい。向こう向いた方がいいですかね。やっぱり地域によって松阪市には地震や台風が発生し、災害対策本部を設置した際に使用する災害対策地図4部が寄贈されました。竹上市長は地域によって欲しいものが違うので、それを的確に贈呈していただき心から感謝しますとお礼を述べました。防災あるいはその災害用松阪地区医師会の小林副会長は、防災災害用の備品ということで使わずに済むことを希望しますが、万全の備えの一つとして加えていただければと思いますと話しました。怖い怖いらしい。